天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。ますみです。さあ今日もお差し入れたくさんありがとうございます。ありがとうございます。あたたかさんから元気の玉おいしい棒。あたたかさんありがとう。月収太郎さんからおいしい棒6本。月収太郎さんありがとう。かかんきんこんこんきんかかんさん元気の玉2つおいしい棒。かかんきんこんこんきんかかんさんありがとう。まーちゃんさんコーヒーとおいしい棒。まーちゃんありがとう。サイクロンそうめんさん元気の玉おいしい棒、うん。サイクロンそうめんさんありがとう。ふつつかなものさんから元気の玉。ふつつかなものさんありがとう。おさるさんおいしい棒元気の玉。おさるさんありがとう。はい、プチプチさんからおいしい棒6本。プチプチさんありがとう。ふむさんから元気の玉。ふむさんありがとう。むなえたあつしさんおいしい棒3つコーヒー3つ。むなえたあつしさんありがとう。まーちゃんさん元気の玉おいしい棒。まーちゃんありがとう。中島まゆみさんおいしい棒2つコーヒー2つ。中島まゆみさんありがとう。太田きひろジャパンさんおいしい棒2つとコーヒー2つ。太田きひろジャパンさんありがとう。おつぼねーぜさんからおいしい棒2つとコーヒー2つでございます。はい、おつぼねーぜさんありがとうございます。さあ、あのですね、はい、これね、最近ますみちゃんと喋ってて懐かしいなと思ったんですけどね、あのプリクラね。あプリクラね、全然さ、もうもちろん最近はね撮ってませんけれども、プリキな、プリキをね、うん、プリキに入っていった時代があるわけじゃない。私たちだってもうプリキにはお世話になりましたよ。あの、私はさ正直、うん、多分人一倍撮ってないと思うんですけど。はいはいはい。ますみさんどうですか？人一倍撮ってると思います。あ、撮ってる派？人の 4,5 倍は。お誘い合わせの上、ええ、足元の悪い中、うん、そう、はい、どうですか、いつ頃プリクラってさ、ね、うん、まあ多分ね、お姉ちゃんが6個上やから、はいはいはい、お姉ちゃんとかの影響で割とちっちゃい時から撮ってんのよ。マセガキちゃん、そう、マセガキマスミちゃんかいな。マセガキ、マセガキあ、なるほどな、うん、そうか、お姉ちゃんが知ってるものはもうな、そうそうそう、目にするというか触れ合う機会があるから。あれでも自分のお金でというか、まあお小遣いけど、うんうんうん、自分で取り出したんは小学校曲げ、うん、早くない？まちょっとやっぱませませ楽器やったかな。あ、そうか、取ってたんかな、みんな。私中学校からでしたね。あ、そう、いや小学校取ってあったんかな、友達は。どうやろ、取りに出た余裕で行ってたけど、うん、わからん、そのお姉ちゃんとかがおる加減で、うん、6個上やからさ、言うたらまあ同級生の中でも早い方やったかも。うん、うん、はんはんはん。それプリクラが流行ってるっていう情報をキャッチするのは早かったと思う、絶対に。うん、なるほどね。実際に、うん、その親なし、お姉ちゃんなしで友達と初めて撮りに行ったのはおそらく、ね、うん、小5 4か5やな。そう、友達と大英放課後に、そう、うん、近くのね、近くっていうかちょっとチャリで行ったところの大英とか、はい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 、はい、サティ、はいはいはい、とかのゲームセンターの中に入ってる。もう今みたいに何台もないやろ。ないね、もう1台の。一番最初はマジで1台、うんうんうん、ちょっと増えていた。プリントクラブのやつな。そう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 、声がね、悪魔みたいな、可愛い悪魔みたいな飛んでるやつ。知らん。ああ、いや知らへん知らへん知らへん。プリントクラブってんで16枚なんやけど全部同じ写真やねんな。はい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 ね、うん、もうなんかさ、後半の方はさ、もう今どうなってるのかは知りませんけど、うん、自分の中で、うん、結構大きなってからのやつは、うん、なんかでかさ選べたり、そうそう、何種類もな、うん、あのシールにできて、できんねん、結構選べるよな。うん、なんまあ、今も今のプリクラ全部そうやんか、うん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 、マジで16枚全部同じフレーム、はい、はい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 。で、あの今ほど漏れへんねんな、漏れへんというか、あの、もう何やったら証明写真みたいな、うん、証明写真以下画質が荒い、うんうん、ですぐ色悪なるしな、うんうん、なんであれ、もう一発日光浴びたらしまいみたいなとこあるよな。せやねん、うん、あるある、全部グレーがかんねん、なんかグレーがかるよな、すぐさま。でも昔はさ、うん、なんかこう簡単に爪で剥がせるシールやったけど、そうそうやな、いつの間にかもう切って端っこどこか分からへん厚紙になったよな。はいはい、5分ぐらいかかる時ありますよね。そう、うん、ねえ、なんか喋るかなと思ってちょっと待ったらさ、首って止まりだしたから、ごめんごめん、ちょっと脇腹かよかった。ああ、ごめんなさいごめんなさい、うん、すいませんすいません。脇腹かゆい時は黙るんでね。ああ、そうや、それは誰しもね、うん、ごめんなさいごめんなさい、それなんかお見知りおきよ以後以後お尻を見おきよ、もう無理無理や、言ってないお尻を見たわよ。お尻を見るのとは話が違うわよあなた。そうよ、ポリクラな。そうやね、小学校の時から撮って、うん、もう中学校の時なんか、うん、もうテニス部やったんですけど、はい、雨でない
なくなる時、部活休み、そうそう、運動場での競技やから、うん、雨の日は、そっか、外のクラブは、そう、ね、雨の日休みか、うんうん、でもまああんまりにも雨が続いたら校内トレーニングで、なるほど、筋トレしたり、そう、うん、階段走ったりね、あるな、はあんねんけど、うんうん、でもね、そう、毎回じゃないから、うんうん、基本的に休みやねんけど、うん、もうビリヤード場っていうのが近くにあったんよ、ほう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 、近くでもないけどな、15分ぐらい、はい、20分ぐらい歩いて、うん、ビリヤード場にプリントクラブの機械が、うん、でももうその時は中1ぐらいから何台かあったよ、その時には、もう5、6台あって、はい、もう漏れるやつとか、うんうんうん、全身プリクラな、あるな、全プリ、全プリよ、全プリが流行りだしてたの、画期的でしたよね、でもグループで生きよんね、手をイケイケが両手を前に広げて、そう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 、エッグポーズですか、エッグポーズね、とか顔を小さく見える、手の横に大きいパーしたりとかね、はい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 、入りました、いろんなポーズ、裏ピース、はい、シャキーン、ほんでも最先端のやつがあえて目線をこう下にしたりとかしだして、うん、それもうちょっと後やわ、だいぶだいぶ後、近代近代近代、もうなんか私がもう気づいた頃にはやってましたよ、あ、確かにな、高2ぐらい、高1高2ぐらいからはそういうのになってたな、うん、なってた、あえて目つぶってとか、下向いてな、そう、下向いて、下向いて、昔さ、そのにっこり笑顔する時ってやっぱ口角グッて上げて、うん、歯見せる感じやったけど、うんうん、あえてこう口閉じる笑顔みたいな、うんうんうん、グッと、うん、やるやるやる、で口角あたりにピースみたいなね、うんうん、ペロ出しよったりだ、ペローな、ペローしたりな、中子用、え、何それ、仲子用やん、仲良し子用しやん、うわ、知らん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 、仲子用、あれさ、あのね、私みたいなこのたまにしか行かへんやつがさ、うん、イケイケに連れられて行く時あるんですよ、うん、そしたらさ、なんか、あ、これ行こうこれ行こうとか言って、その違い分からんねん、うん、むっちゃ何台もある中からさ、パッて選ぶやん、うん、選ぶ、これがいいこれがいいって、あんねんあんねん、あれあれなんなん、何で選んでんの、お気に入りがあんねん、はぁはぁはぁ、やっぱその写りのお気に入りもあるし、うん、背景がいろいろ、なんていうかな、いい背景か、なんか柄物であったりとか、はい、まあ、でも近代的には例えばネオンカラーの背景、なるほど、とかミルキーな色の背景が選べたりとか、はい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 、あと落書きペン、落書きスタンプの数、わかる、うん、が多いとかやな、なんかさ、あのペンもね、うん、最初こう単色で書くやつからさ、うん、なんかの縁取りだ、中透明、そうそう、中透明で縁取り、はい、でそれもネオンっぽい結構可愛い色でさ、うん、はいはいはい、とかさ、あんなんな、クレヨンタイプとかな、そう、クレヨンタイプとかさ、うん、いろんな感じのペンで出してんか、うん、ほんでさ、もうこっちはさ全然いってへんからさ、うん、なんかイケイケの人がさ、うん、なんか書いてよみたいな感じでさ、はいはいはい、イケてないチームにもこう時間遅れるわけ、まあ2画面あるからね、そうそうそう、うん、やけどさ、こっちはむちゃくちゃ時間かかんねん、はいはい、やっぱ慣れてる人ってさ、スタンプバンバンバンって、あのもうどこに何があるかっていうのを分かってるから、うん、そうめっちゃ早い、それを探す手間がないよな、まずリンチリンチリンってやってさ、うん、でそのもう自在にさ、はい、ほんでなんかアレンジ方法もな、うん、もうなんかこっちはさ、まずスタンプを一個ずつ押して、はいはい、で名前を書いて、日付を書いて、うわーな、おじさんやん、誰がおじさんやねん、おじさんやったらプリクラ機に足も踏み入れんやろ、おじプリやろ、誰がおじプリやねん、でもほんまに分かってんねん、うん、あの、あ、自分なんかスムーズにできてないなって、はいはい、え、どうしようもないわけ、もうハイテクな子やったらさ、うん、その自分たちが撮った写真をスタンプにできるやつとかをしたりな、いや、そうやね、なんかあんねんな、何それっていうね、顔くり抜いて、うん、スタンプにできんねんな、はい、そうそうそう、それとかもできたりとかとか、なんかさ、こうあえてこうペンとかでバーって塗りつぶしたりとか、はい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 、塗りつぶしたとこをちょっと消したりとか、あるある、なんかうまいことやりはんねんけど、スタンプの上に文字書いたりね、え、そう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 、うん、何それっていう、はいはいはい、はい、そのもう書き込むのありきのスタンプみたいなもあったりするやん、うん、あるある、もうあんなもん手書きスタンプな、そう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 、うん、サービスタイムスタートってなんでな、なんで、あの落書きタイム基本まあ3分とか、はい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 、やけど後ろに誰も渋滞してなかったらね、うんうんうん、次のお客さんが入ってなかったらちょっとゆっくりかけたりとか、サービスタイム突入をすんねんけど、うんうん、横の画面の子はもう待ってるみたいなね、そう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 、サービスタイムもらっても全然足りてへんねんから、こっちは、うん、うん、まだ日付しか書いてへんしねっていう、で最後さ、うん、携帯にスマホ、あ、携帯かスマホに送れるやん、うん、プリクラを送れるな、送れるな、画像をね、うん、それもあれな、タイムあんねんな、あ、そうやったっけ、タイムあんねん、メールアドレスパパパって打ち込まなからね、打ち込む遅かったら早いやろ、ほんであの慣れてる人な、打ち込む遅かったらそっち側の方にしか行かへんからな、くそー足引っ張ってるやん、ほしたらあー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 みたいな、何してんねんみたいな、終わっちまったぜ、
なるよな。でもさ最近のね、うん、もう一番最新はもう知りませんけど、確かになんかさ漏れすぎて気持ち悪くない？ここ2年3年撮ってないかもっとかな、うん、いやほんまにあれさ、うん、昔やったら、うん、例えば目を大きくするとか、うん色白くするとか部分加工できたと思うねんけど、うん、あったあったあった。今強制的にそう勝手になギュンって宇宙人みたいになるでしょ。そうそうそう、なんか男性の顔までね。あ嫌 やなあれな。あれなんなん、うん、きついなあ、うん、全部なんかギャルというか、もうアニメの顔みたいな、なんかこう目がこうめちゃくちゃでかくて顔に対してで手とかも手足もさ細く見えんの？無駄に細く見えんねん。あなんかあれやりすぎやね。長くそれさ、うん、ちょっとこう調整できるにしたらいいの、まあ、できるんですかね。できるやろと思うんだけど、マックスにやっとんか。ほんならマックスにしてるんちゃうか。だってもう肌も嘘みたいなさ、うん、なんか色と。そうやでなあ。いやでもプリクラに私だいぶお金つこた。つこた。あそう。だってプリクラ帳何冊行ったことかって感じやもん。プリクラ帳か、うん、プリクラ帳ってどんなんでしたっけ。私は無印かなんかの普通に分厚めのメモ、ノート買って、はい、それ別に剥がしたりせへんのか。もう貼っていくだけなんか。貼っていって、あなんかちょっと日記みたいな感じにはしてた。あちょっと書くの。特に高校の時はもうそれハマってて、うんうんうん、その日遊びに行った友達のプリクラ貼るやんか、うん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 、でその日見に行った映画のチケットとかもそこに貼って。なるほどなるほど。ちょっとスクラップブック的な感じで。そう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 。なるほどな。とかなんか友達にこうなんか一言書いてもらったりとか。はい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 。絵描いて挿絵描いてもらったりとか。なるほどね。だからそれ今多分置いてると思うな実家に。見てみたいな。今それ見たら結構努力の証やなっていうの。そうやな、うん、いっぱいやってるな。青春の塊というんでしょうか。何万何十万使ったやろなトータル。すげえな。たかが400円やけどね。あなたみたいなのがいいのよ加工が。おやすみなさい。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？